皆さんこんばんは。お久しぶりです。マーキーです。はい、今オールドポートに来ているんですけれども、10月9日かな、今日は、10月9日です。はい、久しぶりになってしまったんですけど、モントリオールはですね、9月の下旬から一番危ないこう、緊急なんて言うんでしょう、なんだっけ、警戒レベルが一番上のレッドゾーンになってしまいまして、一昨日だったかな、ちょっと前の、1400人とか1日に感染者が出てしまって、で今は1000人ぐらい、毎日1000人ぐらい増えてるんですけど、そんな状態になってしまったので、ほとんどの施設が、閉まってしまいまして、またロックダウン状態に戻ってしまった感じになります。はい、具体的に言うと、喫茶店などとかはみんなもうレストランはテイクアウトのみということで、店内にいることはできません。あと、映画館とか美術館とか博物館とかはもう全部閉店というか、クローズしてしまいました。で、スポーツ関係の、ね、ものも全部ダメみたいで、ジムも閉まっちゃったみたいです。というわけなので、街にね、いて歩いていても、まあ、本当に空いてるところがほとんどなくて、まあ、お店はね、入れるんですけど、本当になんかこう、あんまりこう、人の友達のお家に行くのも、一人暮らしの人のところに一人で行くのはいいんですけど、まあ、グループでこう集まって一緒にいちゃいけないとか、そういう風な感じになってます。モントリオールの天候はですね、明け方とか夜には、一桁台になって4度とか5度とかまで下がります。なのでもう本当に冬が始まったっていう感じ。まあでもね、紅葉が今すごく綺麗なんですけど、そういう感じ。今年はちょっと紅葉が遅れてるかなっていう感じがします。あともう本当にとにかく、まあ日中晴れてもやっぱり十何度なので、ジャケットが必要になっている感じ。3月のね、時のロックダウンとちょっと今回は違くて、お店もね、開いてるところは開いていて、なんだろう、買い物とかも普通にできるのはできるので、そういった意味では別に、なんていうの、3月の時よりは緩い感じなんですけど、でもこの9月前の時に映画館とか、レストランでお友達とご飯を食べたりとかね、そういうことができていたので、まあ、急にそれがまたできなくなっちゃったっていうところで、ちょっとなんかこうがっかりというのもありつつ、まあいろいろ、まあちょっと普通の生活ができないっていうね、もどかしさがあるのかなっていうふうには思います。あと友達がね、感染をしてしまったので、一緒にご飯を食べに行ったりとかしたので、一応PCR 検査に行ってきまして、で、すっごい大変なんですね、検査。
子供が大泣き、まあ、してたんですけど、わかるなっていう感じで涙が出てくるぐらい、ちょっとすごい鼻から奥にこういろいろこうグリグリとやられて大変だったんですけど、まあそれは本当に陰性で大丈夫だったので良かったんですけど、でもそれが結果が出る前までは本当にお家でステイホームをしたりとかして、ちょっと大変だったので、まあとにかく人にうつす恐怖というか、それがすごく、一番怖いなと思うので、おとなしくしてました。まあ本当にそういう感じで、まあ、コロナはまだまだ続いてるっていう感じになります。そうそう、あとね、一つ10月の寂しいモントリオールのことがあるんですけど、ここのね、今このこれ植木鉢なんですけど、ちょうど今ね全部引っこ抜かれちゃったところなんです。11月になったら、去年は11月の1日か2日に雪が降ったんですけども、本当に冬になっちゃって、10月のうちにね、お花がまだ咲いててもこういう市の花壇とかのお花を全部抜かれちゃうんですよ。それがすごいなんか寂しくて、もう本当に、なんか夏というか過ごしやすい時期が終わっちゃうんだなと思って、モントリオールの寂しいこの 秋から冬になっていく、そういうなんかものを、感じております。というわけで、まあなんとなくモントリオールの今というのが伝わっていれば嬉しいなと思います私本当にね、トイレが近くて、一番コロナで困ってるのが、トイレが、公共トイレが全くなくなっちゃうんですよ。なのでこう家から出て、普通だと例えば喫茶店に行っておトイレを借りてっていうことができるんですけど、今のこの状態だと室内、店内に入れないので、トイレが本当に困って、今ちょっとやっとね、この公共トイレを見つけてやっとおしっこできたので、ああよかったと思ってそんな感じでございます。はい、この動画がいいねと思ったらいいねボタンを押してください。それとよければチャンネル登録、もうすぐ100人、やっと100人登録者が100人になりそうなので、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけでモントリオールからマーキーがお送りいたしました。また次回の動画でお会いしましょう。